埼玉新聞。埼玉新聞は、日本の地方紙である。1957年より1990年まで、総合不動産会社であった地産の、竹井白雄が、社長、会長、社主、相談役として在任し、地産グループの参加企業として経営していた。なお竹井は、読売新聞社の出身で、読売退社後も、大阪読売新聞、現、 読売新聞大阪本社や中部読売新聞、現読売新聞中物社の総監に参画するなど、読売グループと朝からの関係にあった人物ある。このため、埼玉新聞を読売系新聞社とみなす場合がある。1950年代以降、埼玉県内では全国紙による販売店の系列化が進んだため、自社の専売店はなく、 大手新聞の販売店に委託をしている。なお、現在は、長官市であるが、1949年11月から、短期間ではあるが、有観も発行していたことがある。2002年8月に、親会社である地産が倒産し、浦和の埼玉県庁資金の一等地から、本社、工場を売却せざるを得なくなり、郊外の現在地に本社を移転した。 埼玉県のスポーツイベント、埼玉西部ライオンズ、浦和レッズ、大宮アルディージャなどの話題を積極的に取り上げている。また、一般市では珍しく、埼玉県内で行われる公営競技の予想を全レース載せている。日本 ABC 協会には、未加盟へ。発行部数を公表していないため、スーパーマーケットなどの生活に密着した営利の折り込みチラシは、 原則入らない。2009年、平成21年1月1日、埼玉新聞の第2部、埼玉ニアで移行こう。県内ちょっと変わった、観光案内に、埼玉県を舞台とした、美水鏡、サッテシ出身の4コマ漫画を及び、それを原作とした、2名、ラキスタが2ページにわたり特集され、ファンと町民との交流が紹介されたほか、美水鏡へのインタビュー。 書き下ろしの新作が掲載された。また、当日から3日間、和紙宮神社への初詣で参拝者に、第2部のみを、表紙の写真を、和紙宮、玄句騎士周辺のものに差し替えた、和紙宮限定特別版を販売した。この特別紙面に、県外からの問い合わせが殺到して、和紙宮限定特別版の郵送販売に踏み切り、発行部数金額、記事、送料代分の切手と、 住所、氏名、発行部数を書いたメモ書きを封筒に入れることで、全国に発送された。この企画が公表となり10月8日、埼玉新聞の創刊65周年を記念して、ラキスタと角川書店、現角川のコラボレーション企画として、創刊65トン H 埼玉新聞ラキスタ、コラボレーションラキスタイン埼玉を発行した当日の紙面は、本紙、 埼玉新聞と埼玉県の65年を振り返った第2部と合わせて3部構成の特別版となってい内容は埼玉県を舞台にした漫画や映画の紹介、上田誠司埼玉県知事と、ラキスタのキャラクターとの談話、ラキスタのオープニングの舞台となった4つの聖地を巡礼する記事、同作品に登場するヒーラギ鏡役を担当した加藤栄美里、 ヒーラギ司役を担当した福原香織の二人へのインタビュー、書き下ろしの新作、埼玉の B 級グルメなどを紹介している。この紙面と連動して、埼玉新聞とラキスタがコラボレーションをしたグッズを10月10日に、全国47都道府県の新聞社が加盟する47クラブ、7クラブで販売、予約受付を行った。なお、この特別紙面も、 埼玉ニアと同様の方法で全国に発送された。ただし、関東地方以外の多くの地域では、体育の非関連での3連休が重なり、大幅に発送が遅れる場合もあった。他、ラキスタの掲載誌である、コンプティーク、角川書店2009年11月号にサイズを縮小し、広告を差し替えた上で付録として付けられた。その後も2009年、 平成21年12月31日に、和紙屋特別版ラキスタ交流祭を発行し、泉小なた役を担当した平野綾へのインタビュー記事を一面に掲載し、当日から2010年1月3日までの4日間、和紙屋神社への初詣参拝者に広告を差し替えた上で、和紙屋限定特別版を無料で配布した。さらに2010年、 平成22年4月1日に月1回、ラキスタの連載を開始することを社国で発表。これに合わせて予告版としての新作を掲載した。連載は同月25日から毎月最終日曜にサブカルチャーに特化した特集紙面月刊埼玉にあで開始し、2011年2月27日まで連載された。2011年4月以降は、 企画に連動した形で不定期に掲載、2011年は8月と12月に掲載している。2012年7月7日には月間埼玉にあり臨時号外を発行し、和紙谷神社周辺でヒーラギ姉妹誕生日のために訪れたファンに無料で配布した。このほか毎年9月に行われる和紙谷神社の長谷祭りには2010年より、和紙谷、 さって了承公開で共同で行われている、スタンプラリー、ラツキースタンプラリーに、同年12月31日からの開始分より、主催として参加している。容疑を認めている連続放火魔や、連続路上強盗殺人者ら、強制わ説犯、強姦マラ、連続暴行強姦マラ、その罪で4度の逮捕された犯罪者に出さえも、埼玉新聞は、徹底的に、 匿名報道しているため設罪者などの擁護して再犯を助長しているとの批判がある。その4度の逮捕された交換罪犯罪者は別の報道機関では実名が明かされている。2010年4月より発行されている埼玉のサブカルチャーに特化した特集紙面。開始当初、月刊埼玉に後して毎月最終日曜日、12月は31日に発行され、 2010年4.5月は、プレ版として2ページ立てで開始し、6月より中抜き4ページ立てで掲載されるようになる。2012年4月から一時休館していたが、8月から再開したものの、不定期発行していくために11月から、ほぼの2文字が加えられて、ほぼ月間埼玉に後したが、2014年度から、ほぼ月間を外している。開始の経緯から、 ラキスタにまつわる内容が中心となっているが、埼玉県に関する作品や、サブカルチャー、ゆるキャラなどを取り上げており、声優などのインタビュー記事も掲載されていい。特に、埼玉県を舞台としたアニメ作品は、大々的に紙面を割いて紹介している。最初に紹介したのは、アゲオしを舞台のモデルとした、桜井のりを。 アゲオシ出身のギャグ漫画及び、それを原作としたアニメ、三つども絵だった。この作品については、5月に、桜井への、9月には、丸井三葉役を担当した、高垣彩や丸井二葉役を担当した、明坂里美、丸井人は役を担当した、戸松遥香の3人へのインタビュー記事が掲載されたほか、12月では、わしみ特別版として、 ラキスタとの出版社の枠を超えたコラボレーションが実現した特別版となり、書き下ろしのイラストや4コマ、漫画も掲載され、掲載当日の31日から2011年1月3日までの4日間、シミヤ神社への初詣参拝者にも、シミヤ特別版を無料で配布した。また二千十一年四月からは、秩父部を舞台のモデルとしたアニメ、あの日見た花の名前を、 僕たちはまだ知らない。に関する特集を断続的に掲載。2011年12月は県内に大アニメ聖地特集と題して、和紙谷秩父のアニメ聖地を徹底検証し、掲載当日の31日から2012年1月3日までの4日間、和紙谷神社と定林寺、1月1日までへの初詣参拝者に無料配布を行った。また、 2010年7月16日には、紙面と連動した携帯電話サイト、モバイル埼玉にあを解説し、ラキスタのキャラクターによる埼玉の観光情報、埼玉のゆるキャラを使った待ち受け画面や、デコメ素材、紙面で掲載されたインタビュー記事の再録や携帯サイト独自記事などを配信していたが、2011年7月1日から、 モバイルサイタマニアをアドロイド用アプリに発展させたサイタマニア電子版として配信を始めたために7月31日でモバイルサイタマニアのサービスを終了している。浦和レッズのマッチデイプログラム MTP 編集長である西尾厚は2004年平成16年まで同社に勤務していた。2005年平成17年からは浦和レッズが直接編集を 行う形になり、埼玉新聞の手を離れている。清志は同年に埼玉新聞を退職し、フリーランスとなったが、以前と変わらぬ立ち位置で MVP を作成している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。